演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーの牛乳パックレアチーズを食べたいと思います。これもまたたっぷりですね。紫色なのがなぜなんでしょう。紫色だとブドウとかのイメージあるんですけど、なぜかレアチーズが紫。こういう風に両方開ける牛乳開けなくていい方まで開けちゃうのは牛乳パックあるある。なんかすごい音してるんですけど、はい、全部出しました。はぁ、白いなぁ、なんか巨大なお豆腐みたい。いや、もっと適切な例えあるにも見えますが、はぁ、こんないっぱいのレアチーズ見たことないですよね。ではおっと、固めですか。いや、レアは硬いのかまあどっちでもいいよ。では、いただきます。もうちょっと味を感じたいかな。パッケージにも書いてある酸味とチーズの風味なんですが、量が多いせいかちょっと弱めだったのは残念でしたね。まあそれでもたっぷり作るとなるとちょっとどうしてもそういう風になっちゃうのかなと思う部分もあります。ただ全く感じられないわけではなく、感じることはできましたので、レアチーズをたっぷり楽しみたいという方にはちょっと少し雑念な方もいるかもしれませんが、勧めることもできますね。これだけ大量に食べられてて美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。あとはもうちょっと味かな。ではサングラス、ガラスでできるや綺麗かの。ガラスでできたサングラス、ありそうななさそうなですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。